おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ、はい、はい、若いお二人、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はい、タイガー桜井と申します。はじめましてじゃないか。うん、まあ一緒にやるのはね、はい、初めてです。そうです、ね、そう、毎日動画では初めてですけど、はい、オーナーでね、うん、オーナーで初絡み。そうです。そうですかね。はい、そう、うん、知ってます。タイガー桜井くん知ってました。知ってました。はい、ありがとうございます。ね、お願いします。え、じゃあ桜井くんが小学校の時の、はい、幼稚園の時の将来の夢で、はい、なんて書いたと思います？すいません、そこまで間に合わない。知らないの？そこまで間に合わない。それ知らないですよ。あ、有名な話なんですか？有名ですよ。有名。岩田さんしか言ってない。ゲームの鉄人って書いたんだよ。そうなんだ。そう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 。すごい。その当時ね、はい、料理の鉄人やってたからゲームの鉄人って書いたんですか？いや、わかんない。なんで鉄人なんですよね。鉄人でしょうね、そこはね。将来の夢、幼稚園の頃が将来の夢でゲームの鉄人。あ、幼稚園から。その頃から幼稚園ですかね。すごくない？すごくない？私幼稚園セーラームーンとかでした。ああ。でもそっちの方が夢があっていいんじゃない？まあね、夢はありますけど、ゲームの鉄人ってそれまた夢はありますけど。鉄人。なかなかなれるもんじゃないですか。というわけで、じゃあお二人の、はい、はい、初共同作業。はい、今日のやっていただくアプリは HOP です。HOP。こちらね、開発会社のがね、ケチャップゲームズというね、はい、毎日動画ではおなじみとなっております、スタック、パイナップオーペン、エンドレスカイと、いろいろとね、はい、なかなか面白いミニゲームを配信している、メーカーさんとなっております。それでは早速やっていきましょうか。はい、こちらですね、画面に触れるとゲームがスタート。あとは画面をドラッグして、それに合わせてボールが跳ねるので、ボールが落ちないようにひたすら先へと進んでいくゲームです。ほうほう。どうぞ。これを、あー、そういうことか。あ、なんか うまそうだった今パッと見。今スコアが7だって。7。よし、もう一回やってみます。はい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 。あ、面白い。あ、結構ブレる。あ、これなんか真ん中に、おお、真ん中に落とした方がすごいすごいすごい。お、これでも難しくなるのかな。さあ、37、39、40。うまくない？うまいね。あ、でもなんか、あ、落ちた。うんうんうん、失敗する気配もあんま感じないよね、なんか。うんうんうん。でもなんかちょっとずつこう、うん、横幅が、狭くなって、幅が大きくなってるような気がします、ね。振れ幅がすごい広くなってくると、ちょっとやりにくい。ですよね。難しくなってくる。ここら辺は結構。これさ、多分音聞けば分かると思うんだけど、真ん中に落ちた時に、はい。あ、なんか音がしてるよ。ほら、これがゲーム鉄人ですよ。すぐ攻略する。すごい。もう音楽聞いてないの。でも真ん中落ちても、別に点数加算とかされてないんで、なんもないも。でも確かに音がなんかドレミファソラシドみたいに上がってってますね。まずちょっともう一回やってみてください。あ、じゃあもう一回やってみて。イヤホンの付け方でサーヤ先輩に怒られたんです。なんで私ちょっと今先につけてもらったんで間違えないよ。レフトをライトにぶち込んでる。こう付けにくいなって思ってた。ライトにぶち込んでて、サーヤ先生ぶち切れた。そうだったんですよ。よし、じゃあもう一回いきます。あ、はい、音楽が、それはつけたから音楽真ん中乗ってみ、真ん中、真ん中、この真ん中に合わせるってことですね。真ん中になった時確かに白いエフェクト出てますよね。なんか音が出る。うん、あ、もうこれね、桜井くんやったら失敗しないんじゃねえかな。うん、嘘、嘘だよ。なんかね、端末がね、ちっちゃいから見えづらいっていうのはあるんだけど。あ、真ん中。あ、すごい真ん中に。いや、むずいっすよ、これ。ほら、ちょっと待って。久しぶりやる、久しぶりで。え、今何指でやってたの？親指。親指でやってたよね。私、親指でやってました。親指はやりづらいんじゃないですか。親指ね、そう、可動域弱いから、これ。あー。ほら、攻略してるでしょ。自分の指攻略してるでしょ。すごいです。何このビーって。ボーダレス。あ、え？しかも、すごいブレてんだよ。何ですか、このブレは。あ、でも真ん中かなり当たってる。うわっ、なんか木琴叩いてるみたいな感じだね。これむずくない？47すごくない？47結構すごいかな。
ちょっと待って。今。鉄人。あ、音がいい。いや、これむずいよ、これ。売れるねでもさ、たださ、この飛び跳ねるだけだったらさ、真ん中気にしなかったら結構いけるんじゃない？うん、そうですね。なんか攻略とか。あれ、なんか速くなってる。うん、あ、すごい。完全に。かなり速くなってる。あ、すごい！動いてんの出てきた。動いてんのが来た。じゃあちょっともう一回やります。はい。ちょっと先も見ながらやんないとダメだね。何これ？ボーナスの、ボーナスの王。あ、王が。これなんかドンキーコング、スーパードンキーコングみたいになってますね。懐かしいね。お、えぬえぬえぬ。えぬさん。あ、えぬ。コングね。いいよ。あ、真ん中すごい。あ、うわむずい、むずい、むずい。後半からいきなり動くやつが出てきますね。よし、じゃあ。ただ、ゆっこは動くやつ出ずに。まだ出てない。ラッキーパンチで47いったみたいな。そんな感じ。今、引き分けですよ、多分。引き分けというか。二人とも47な気がする。あ、そうでしたっけ。親指動くね。来た。お、来た。これ面白いんだよな。え、うまくない？うまくない？ああそう、ダメだね。なんかね、平均点高い気がしますね。あ、本当ですか。あと、親指じゃない手でやってみよう。うん。月末ラダーやってきたって言ってましたけど。何使った？夢中になってました。テンポ明治です。へぇー。でも、来月いなくなるんで。ウェイカー消えんの？はい。ウェイカーが消えるところ。あ、違います。なんか、全体的にコントロール系が強くなる気がして、あってなるとテンポは弱いかなって思って。なるほどね。なるほどですね。はい、お、あ、意外に喋りながらもできる。割と喋りながらできるね、ゆっこもね。うん、気楽になんか楽しく。そう、喋るとゲームできなくなる人いるんでね。うん、そうそうそう。じゃあなんか質問とかしますか。質問ですか。一個への質問。うん。どう。俺はない。ないですか。あ、もう。ない。全部知ってる。全部知ってるのか。あ、全部知られてるんですか。いや、何も知らない。好き嫌いはありますか。食べ物。初めて。あ、食べ物ですか。そうそうそう。食べ物は、イカタコが嫌いです。イカタコ、プレーン。プレーン？プレーン？プルーンか。プルーンが嫌い。プレーン。ボーナスが発動したっぽいよ。ほんとだ。イカ、それ多分美味しいイカ食べてないんだよ。あー、かな。あー30から動きます。このさ、断末魔が特徴的だよね。あー、やっていいですか。はい。意外にね、リアクションもね、なんかおばさん臭い。ほうほうほうみたいな。恥ずかしい。あ、おばちゃん臭いのか。そうです。ほうほうほうみたいな。そんな感じでした。なんか動画見ててそう思ってました。恥ずかしいな。これ意外と親指いいかも、逆に。ですよね、安定する気がする。お。あ、いい。お。さあ、47。桜井さんの好きな食べ物は何ですか？全部。仕掛けなく。じゃあ桜井さんの好きな食べ物何ですか？好きな食べ物って前聞いた、今聞いた。あれ嫌いな食べ物は何ですか？ね、あれですね、イカの塩辛とか苦手かもしれない。ああ、なんか言ってた。うん。あれ、ゆっこの好きな食べ物は、はい、びっくりしますよ。じゃあ当てますわ。ああ、そう、当ててみよう。ピザポテト。すごい、あれだね、ピンポイント来たね。違う。ま、確かに好きですけど、って感じですかね。一番好きなのも決まってるもんね。はい。決まってる。そう。女の子には珍しい。この動画で言ってた。ああ、この動画では言ってないかもしれないです。普通に僕がただ、なんか、食べ物好き。ジロー。おぉ！ジローって桜井君。ラーメンジロー。近い。あー正解は？家系ラーメンで。あ、じゃあもうジロー、ほぼ正解じゃない？ほぼほぼ。え、だい、せいや、せいや、せいや。でもすごいね。
ラーメン大好きで、家系とか、あの油そばとか大好き。油そばね。あのね、はい、日高屋のね、油そばがね、あんまりそのさ、おー、はい、ちょっと俺にやらして。はい、うん、別に超美味しいわけじゃないんだけど、なんか食べたくなっちゃう味してるんですよね、はい、お母さん。毎回食ってる途中に、そう、飽きるけど、でもう二度と食わねえってなるんですよ。また、そう、また食いたくなっちゃう。食べたことある？ないです、私。日高屋の、マジで、はい、日高屋行ったことある？ないです。ないか。日高屋、ラーメン屋さんですか？そう、こっから、あの、すぐあるから、ここ出て。あ、そうなんですか？まあ、あの、なかなかその女の子一人で入りづらい店ではあるけどね。でも家系ラーメン一人で行くんだったら確かに、完全然行きますね。あの、餃子のコスパが一番いい。へぇー、安いってことですか？安い。え、いいな、それ。じゃあ、真面目にやってもらっていいですか？真面目にやってる。あ、すごいな、96って。100行きたかったね。そう、あと4回だった。え、なんか、真ん中、キラキラが、真ん中乗ってたからだね。多分今真ん中に何連続から乗ったからキラキラした。なんかね、指がね、どんどん画面の上に行っちゃうんだよね。あ、わかります、わかります。どんどんだから見えなくなっちゃう。し、この肌色はずるいな。47、壁なのかな、見にくい。なんかそこら辺が、そうですね、47ぐらいから動き出すのかな、うん。これやっちゃうな、これマジ面白いな、これ面白い。いいよ、どうぞどうぞ。今落ちんの早いんすよ。今途中で押したかったの、俺は。途中で押したかったの。すいません。桜井さん、今日も面白いアプリでしたね。そうだね。したらもっと面白いゲームだといいね。はい。はい、というわけでね、はい、こちら HOP、こちら iOS、Android ございまして、無料でダウンロードできますので、ぜひ皆さん遊んでみてください。はい。そんぐらいですかね。桜井君がね、96やってるんで、ぜひそれを超える感じで目指してみてください。すぐ抜ける、すぐ抜ける。はい。ファミチャップのチャンネル登録はあとよろしくお願いします。PC でご覧の方は右下の登録ボタンから、スマホでご覧の方は動画の概要欄からぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。お願いします。そしてファミチャップニコ生チャンネルもありますので、そちらもぜひお気に入り登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは明日も15時お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。